いわき号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 は、東京駅、バスタ新宿と福島県いわき市及び富岡町、茨城県北茨城市を結ぶ高速バスである。南相馬市発着便は運休中である。東京線は、首都高速道路は、東京発が宝町出入口より進入、東京業が、貨幣で入り口で流出し、一般道を経由し終点まで向かうが、 直行便は宝町出入り口まで、首都高速を進む。新宿線は、新宿発、新宿行ともに、王子北出入り口で、首都高速道路に進入、流出し、一般道を経由し新宿までを結ぶ。東京駅、浅草駅前、まえあやせ駅、首都高速道路常磐自動車道北茨城、i c はきなこそ i c 岩はきゆもインターチェンジ。 いわきよしまいわき中央 IC よしま一っしょ電団地入り口から、平中町いわき駅ラパークいわき、JR バス。いわき支店新宿駅。首都高速道路常磐自動車道北茨城 IC いわきなこそ IC いわきゆインターチェンジ。いわきよしまいわき中央 IC よしま一っしょ電団地入り口から、平中町いわき駅 JR バス。 いわき支店小名浜東京線東京駅、浅草駅、八瀬駅、首都高速道路常磐自動車道北茨城、IC いわきなこそ IC いわき湯もインターチェンジ、ハワイアンズ温泉神社、市所、陸地、小名浜高速バスターミナル、東京駅、首都高速道路常磐自動車道北茨城、IC いわきなこそ IC いわき湯もインターチェンジ、岩木いわき吉米まき中央 IC 吉し市所、 可のおでん団地入り口から、平中町岩木駅60枚入り口、高野 IC、J ビレッジ道の駅ならは富岡営業所、南相馬東京線東京駅浅草駅、綾瀬駅、首都高速道路常磐自動車道岩木なこそ、IC 岩木湯元インターチェンジ岩木吉間、岩木中央 IC 高野 IC 常磐富岡、インターチェンジ大熊町や久場双葉町や久場、 浪江駅原町営業所道の駅南相馬2019年6月20日時点の運行回数である。東日本大震災発生までは以下の通り運行していた。4列、シートトイレ付けのハイデッカー車が使用される。大型連休時の応援には貸切車を応援させることもある。運行開始当初は各社ともスーパーハイデッカーを使用していたほか、 バスジャパン11号の記述によれば、セルフサービスでお茶も用意されていたという、常磐交通自動車は貸し切りを応援に運用することもあった。近年の岩木号の年間利用状況を以下に示す。2005年度は岩木線の利用者が減少しているように見えるが、これは波江線の開業に伴い、一部旅客がそちらに転移したためであり、合計人員は、 増加傾向が続いている。福島県内におけるパークライドの先駆けかつ成功例である。岩き市をはじめとした福島県浜通り地区は自家用車の普及率が高い状況となっていた。このため岩き号の設定当時から自動車から乗り換えて高速バスを利用してもらうことを視野に入れていた。運行開始当初は岩き吉間に150台規模の駐車場を設置し、 高速バス利用者には無料で利用できるようにした。非常に好評であったが、無料であったことから、高速バス利用者以外の駐車が目立つようになり、岩木号利用客が駐車できないこともあった。また、駐車場が設置されていなかった岩木元や岩木、なこそでは家族による送迎のほか、付近の道路等に駐車して乗車するなどの行為が見られた。これらを解消するため、 駐車システムの導入と各停留所付近への駐車場の設置を行った。2013年4月1日から停車を開始した北茨城 IC にも高速バス利用者用駐車場が120台分設置されている。ありがとうございます。